はい、おはようございます。シュウです。昨日の10月29日に発売された、ガリガリ君リッチクレアおばさんの溶けるアイスを食べたいと。昨日10月29日に発売されたガリガリ君リッチクレアおばさんのシチュー味のアイスを食べたいと思います。はい、それがこちらですね。はい、ガリガリ君になります。はい、これですね。はい、ガリガリ君リッチシチュークレアおばさんシチューって、これガリガリ君が食ってますね。これガーッとこうね、ガーッとこう今早速開けて、はい、中身こんな形ですね。匂い、まず匂い嗅いでみましょう。匂いです。無臭、匂いないです。ではいただきます。嘘だろ。ああ、何これ、中に何が入ってるの。まず、いや、何が入ってんのかな。あ、じゃがいも食ってると、なんかこうパサパサってこうくるんですけど、中にこうじゃがいもが入って、こうガリガリ君じゃなくて、これファサファサ君になってます。これ思った以上にシチューです。思った以上にシチューです。これなんかすごい、思った以上にシチューすごい、なんかこうなんだろう、なんかいろんな肉とか野菜とか炒めましたみたいな匂いがする。匂いがするだけ、入ってるのはじゃがいもだけなんだけど、この肉炒めましたみたいな、こう味がすごいします。うわ、これはちょっと失敗じゃないのか。これ前回のコンポタージュは僕好きでした。だけどこれシチューはちょっとね、失敗ですよこれ絶対。これは行き過ぎだね。やっちゃったねこれ絶対。前回僕はコンポタージュ食べてうまっと思ったんですよ。コンポタージュは思ってた以上に美味しかったです。思ってた以上に美味しくて、実は僕2本目買いました。2回ね、売ってる期間に2回僕は食べたんですけど、このシチュー味はちょっと もう次いいかなっていう味ですね。もうこれでいいかなっていう、この1本でいいかなっていう、そういう味でした。はい、というわけで、今日はね、クレアおばさんのシチュー味のガリガリ君でした。はい、バイバーイ。